強度を残していきたい、そういう思いで今頑張っております。今日のこの楽しい生き生きとしたワクワクとした雰囲気で5年10年また20年になるかもしれませんが、この楽しい雰囲気の中でこの会の活動を始めていきたいと思います。皆さんももしよければ今日会の受付の方もやっております。また T シャツの販売の方もやっております。そちらの方にもご協力をいただいて、何卒この会の発展とまた私たちの教授の原点とも言えます馬毛島の風景